今世の中っていうのはお金をすりすぎちゃってるんですよ。お金をすりすぎてる。でこれをすらないといけない理由っていうのもまああの経済学であるんだけども、それ一旦置いといて、どんどんすってますよね。バン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 すっていて、でこれを金利を上げる、銀行とかの金利を上げると、じゃあ今まですってローンをして借りてた人たちって金利が上がるから返しますよね。すってたお金を回収し始めてるんですよ、世の中の世界はね。でもこれは所得が上がってれば大丈夫なんです。なんでかって、所得が上がってれば金利が上がってもまあ返せるでしょうと、どん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 回収に向かうでしょうと、ね、でも日本って所得まずそもそもで増えてないんですよ。だからこれが八方塞がりなんですよ。これが海外と日本の決定、圧倒的な違いで、もし日本がお金の回収イコール金利を上げて、お金を返してくださいってなったら、お金ない人が借りてるわけだから、まずそもそも返せないですよね。そうすると倒産とか破産とかになるわけですよね。で、じゃあもし返せる人も、じゃあ何を、返すかっていうと、担保にしてた不動産を売ったりとか、あと株式を売ったりとかして金利を返していくんだよね。すぐに売れるものをね。そうすると株式に売りに入るから株価が下がったりとか、あとは不動産価格が下がったりとか、もうどちらにしろ最悪の状態になってるわけなんですよ、今の日本というものは。だから日銀はその金利を下げ続けようと、もう金利を下げ続けて頑張ろうって言って、だから実際は日銀はね、日本人を守ってくれてるんですよ、正直な話ね。でも一番の被害者はこれね、みんな絶対に勘違いしちゃいけないのは、守ってくれてると言っても日本自体を守っているわけで、国民を守ってるとはちょっと違うんだよね。だって実際に金利をずっと同じようにして、どん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 お金がするということは、このペットボトル1本100円で買えてたら150円になるっていうことは、その一番の被害者は僕ら消費者なんですよ。意味わかります？だから実際ガソリンどんぐらいになりましたって、昔80円だったのに今160円になってますかね。2倍ですよ皆さんね、2倍になってて、じゃあマクドナルはどうなったとか、賃貸はどうなったとか、ガス料金はどうなったとか考えていくと、何十倍、うまい棒だって 20% 上がってる、マクドナルドだってね、18%、20% ぐらい上がってるんですよ。でもあなたたちの給料上がってませんよねと。だから実際に一番苦しいのって国民なんです。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。